で、先ほどお話しした CSMCA ですけど、まあ、今日はあの技術の講義、無線LANの技術の講義ではないので、ざっとやりますけど、無線LANはですね、何が難しいかというと、この多分アクセスポイントがあってですね、端末がこうつながっていると。で、そうすると、どちらもですね、アクセスポイントとは通信できると。ところがですね、この2つの端末同士はですね、お互いに相手が見えてない状況になります。そうすると誰も通信してないなと思ってですね、この A の端末と B の端末が同時に電波を出すと C のところではですね、混信してどちらの情報も受け取れないということが起こってしまいます。で、そういうことが起こっているということがですね、この A も B も自分からはこの混信させている相手が見えないので状況がわからないんですね。これが有線の LAN との違いです。もう一つはですね、これ一番下の行見えないね。あ、そうです。そういう問題があると。いうことで、それを回避するための技術として、衝突検知の代わりにですね、データを送った後に必ず相手の悪行を待つとか、そういう技術が入っています。まあ、ここはさらさと飛ばしましょう。